ブイです早い、はい、で今日はね、まあまさきとあのほんと食事を初めてしてないけど、まあ、やっぱまさきとこうやっぱ動画なんか面白い話したいなと思ったら、まあ、プロテインの話が俺すごいいいんじゃないかなと思って、で、今日ね俺が前 B レジェンドの人にもらった、まあ、一杯飲んどコーラ風味、こんなんさ普通プロテインに味ないやん。確かにコーラなんかあんま聞いたことないですもんね。普通さバニラかチョコがまあそんな感じだけど、コーラ味なかなかない。実際その味はいいですけど、内容がやっぱしっかり、そう筋肉をやっぱ合成できるのかっていうのがやっぱ問題ですよね。でそういうの分かるのはやっぱ俺らしかないし、ちょっとね今日まあほらあのウエイトをしたし、あのもう意外と体が多分すぐあの反応してくれるのかな。でちょっとねこれをどんなもんかっていうのがねちょっとこうやってみようと思います。僕も朝今日ヨガしたんで、マジで俺だけベンチしまくったけどね、懸垂も32でこうしまくったけどね。あ、匂いどんなんですか。匂いでもこれコーラやね、ほんと。あ、コーラっすね。なんかこれ、まずいね。お菓子のコーラに似てますね。うえぇけど、ほら結構、もういけるんじゃないかな。で、ビレンドで実はね、水に溶けやすいよね。で、今こんな感じだけど、あの、すぐ溶けるのかな。行こうか。わりかし溶けますね、うん、足でも。でもコーラーじゃなぁ、ちょっと。それでは浅野コーチからティースティングの方お願いします。ちょっと待って、俺 B レジェンド T シャツ着てるわこんな偶然ある。形から入りますね、ほんまに。愛してるんですね、B レジェンド。スポルテクで勝った。先輩行ってくれブースあったし行こうか。どうすか、反応します。うれすげえマジコーラの味。匂いバリコーラっすね、これ。匂いマジコーラ。コーラやし、バリ飲みやすいっすね。バニラみたいな、なんかくどくない。確かに飲みやすいなわけじゃない。全然そのこれ多分牛乳でこう割るってよりも多分水で割った方が結構俺いいんじゃないかな。これ多分反応してきました。反応します。体胸筋きてるんですか。僕結構腹回りきてるんですけど、はい、いいですか。おう、体幹なんか立ってたんですよ。めちゃくちゃ飲んだけど、飲んでから、ちょっと待って、このエイトカットあとこの前胸筋とか、おい腹斜筋とかやりすぎやろ。飲んだけど、Pレジェンド、時代はPレジェンド。すげえ体やね。どうなったんこれ。やっぱね、Pレジェンド飲むとやっぱこれぐらいはあのこれ俺すごいいいと思う。本当にただタンパク質もしっかり入ってるらしい。あの一袋で、これ飲みやすい。でやっぱPレジェンドってこれ波動系ないとかミルキーアイとかいろんなこう面白そうな、興味が湧くようなこう味が出てるんで、ね、俺これからも気に入ったわ。僕もビレジェンド買いますわ。もうまたちょっと使うのも。ちょいよれ、まあ、プロテインレビューだけど、もういいんじゃない。さすがビレジェンド押します。ちょいよれ、では皆さんもビレジェンド愛しましょう。バイバイ、アディオス。